各位《最终幻想十四》的玩家，大家好，我是盛大游戏 CEO 张向东。《最终幻想十四大丈夫测试》即将结束，感谢各位玩家对这次测试的支持。由于各位的参与，让我们对《最终幻想十四》的未来更加有信心。盛大游戏将为大家奉献更加原汁原味的《最终幻想十四》，让我们在游戏里去找寻那份最初的、最终的幻想。中国の皆さん、はじめまして。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹です。いよいよ中国の皆さんに初めてのファイナルファンタジーをお届けできる時がやってまいりました。この作品を皆さんにお届けできることを本当に楽しみにしています。これからも面白いストーリー、そしてたくさんのコンテンツをお届けしようと思いますので、ぜひこの作品をお楽しみください。ファイナルファンタジー14というプロジェクトはこれまで数多くの困難に直面してきました。それでも世界中のファンの皆さん、そして中国のファンの皆さんのおかげでここまでたどり着くことができました。僕は今この作品を中国の皆さんに誇りを持ってお届けすることができます。どうぞ心ゆくまでお楽しみください。最初の梦想、最終の幻想、此刻成真。在此我很荣幸地和吉田先生一起向大家宣布这个期待已久的消息。最终幻想十四公测8月25日。吉田先生与盛大游戏 CEO 张向东先生发言。中国のプレイヤーの皆さん、はじめまして。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹と申します。よろしくお願いします。大家好，我是盛大游戏 CEO 张向东。本次的艾欧泽亚大冒险活动，大家是否都找到了我们在各个服务器中对应的分身呢？非常感谢各位玩家对于活动的支持，也感谢 SE 对游戏品质的追求和磨练，为我们带来了如此美丽的虚拟世界，也为我们带来了这场惊心动魄的冒险。いや、まさかこんなにも早く僕と張社長のキャラクターが見つかってしまうとは思いませんでした。中国のプレイヤーの皆さんはさすがですね。いずれまた今度はレベル制限なしでイベントをやってみましょうか。那么让我们大家一起来看一段 VCR， 回顾一下国服最终幻想十四至今的历程。 VCR 之后有大大的惊喜哟。
イナルファンタジー14というプロジェクトにはたくさんの困難がありました。でも今僕はこの作品を誇りを持って中国の皆さんに捧げることができます。最初的梦想、最终的幻想此刻成真。在此我很高兴可以和吉田先生一起宣布这个让大家期待已久的消息。最终幻想148月27日如日。最后为了感谢各位玩家对于本次大冒险活动的积极参与，原定仅基于优胜者的特别奖励获奖范围将升级成为本次二车所有玩家都有机会获得。テストに毎日参加してくれたプレイヤーの皆さんにキャラクターの姿を変更できる幻想薬をプレゼントさせていただきます。那么本次预告发布会到此结束啦。亲爱的冒险者们，8月27日，爱欧泽亚见。